タブレット端末などを使って光を自由自在に操ることができる次世代の LED 照明器具が開発されましたこのようにタブレットに文字などを書くと照明がそのまま映し出してくれます。こちらは光の形を自由に変えたり動かせるほか 1>, 1台で複数のものを同時に照らすこともできる次世代の LED 照明ですパナソニックと日亜化学が共同開発したもので直径が髪の毛よりも小さいマイクロ LED をおよそ1.6万個配置しタブレット端末などで直接入力するとリアルタイムで点灯できます省エネ性能にも優れていて光の形によってはプロジェクターと比べて 明るさはおよそ4倍、消費電力はおよそ80%削減できるということです。商業施設や美術館の展示などでの活用を目指していて、2025年以降の販売を予定しています。